紅白歌合戦で言えば鳥、ファーストステージの一番最後に登場した22歳、高知大学大学院に進みました。情報科学を学んでいるという中学3年生の時に15歳でこのサスケに初出場をしました。そして今回は7回目の出場となります。誰がつけたか。今年の3月に大学を卒業し、高知大学の大学院に進学しました。今回も高知からご両親と共にやってきている。さあここまでも着々と岸本の両手で、さあ一つ庭木の剪定をしております。木に登っての作業は自然にバランス感覚が身につくといいます。奄美大島の出身、兵庫県からやってきました。着実に進んできましたファーストステージ、残りは30秒というところです。2つ、そして3つ、いった。3000番というこのゼッケン、重みを感じるゼッケンを飛んだ。クリアしました。3000番、今日の100人目笑顔で V サインクリア。品川埠頭から都心の大手ゼネコンの現場へと10トンのコンクリートミキサー車を運転しております川口智弘。中学校3年生の時に両親が離婚して、そして父親とは離れ離れになりましたが、今日はこのお父さんが川口の姿を応援に来ています。子供の頃運動会を父親に見に来てもらった覚えがないと言っていました川口ですが、一生懸命になるものを見つけました川口。道を外しそうになったこともある。しかし今日はその離れ離れで暮らしていた父親がサスケというこの舞台を見に来ていて、サスケがまさに復前回はねじれた壁でロープを掴むことができなかった、非常に悔しい終わり方をしてしまった秋山です。唯一の完全制覇者秋山和彦、この辺りは何の問題もない。2段、そして3段目、スムーズに回っていった。タイムのロスほとんどありません。1999年の秋第4回大会で唯一完全制覇を達成しております。秋山治療院院長秋山、いったいった。さあ下から行く、足元に気をつけて、クリアしました。素晴らしいペースで来ている。ねじれた壁だ、前回ここで涙を飲んだ。さあ秋山の胸中、巨大する前回の悔しさ。さあ秋山がどうだ、ねじれた壁、ロープを掴む、掴んだ掴んだ。前回は悔しさが込み上げたこのねじれた壁を、さあどうだ秋山、残りは30秒、あっと残らない、秋山
この壁を、この壁を、この壁の頂上を、西日に照らされる秋山の背中。さあ秋山、残りが15秒。大谷ここはクリアしました。さあ日頃は子供たちに自ら手本を示している大谷。生まれ神奈川からやってきました橋本浩二、日本体育大学体操部の OB であります。橋本浩二、その若き力、新時代のサスケの象徴選手となれるかどうか。カイナ力、そしてバランス感覚を持ってロックをしかと掴んでおります橋本浩二、25歳、島根で生まれました。現在ジムのインストラクターです橋本浩二。しがみつきました。普段はトレーニングジムのインストラクターとして週に70人ほどの子どもたちに体操を指導しております。橋本、さあ着地成功しました、成功しました。さあ反り立つ壁です。一気に登っていけるか。趣味はサーフィン、特技はバク転。着地、バク転。何が起こるかわからない。ここで飲み込まれた猛者もいる。また治療、ゼッケン100番の重みを背中に胸に越えていく。この時点で残り1分30秒。さすがの身のこなしだ。小学校時代からの夢、それがサスケの完全制覇。ほふられたこの新エリアタックル。また治療も体重53キロしかない。そしてこの480キロの怪物、力を残せているのかどうか。まずは見上げました。何を思う。下半身の疲れは今、時間は残り40秒となった。残りが30秒。ここでいった、またちへ。なんと栄光のゼッケン100、その下半身をぶちまくのが新エリアなのか。いや、これは嘘だな。まさか、まさか、ゼッケン90。先には恐るべき仕掛けが待ち受けている。未知なる恐怖に
者たちを沼に沈めてきた。どうなるかも今回想像を絶する。悪しき欲望を解けたら、あなたの凹凸の魔女を板が救世するのは一体誰だ。凹凸の魔女が帰ってきた。僕はもう久しぶりのセカンドなんで、全てが初めて。ちょっとさらに難度が高くなったじゃないですか。だから潜るだけとかなら結構得意で、息も止めたりとかして潜ったり趣味なんでやってるんですけど、ここで落ちたら本当正直ね、1年かちょっと水回りになるのと一緒なんで、僕からするともう自分の力でもう出し切るしかないんですよね。どうなるかわからないですけれども、新たに姿を現した魔女は悪しき変貌を遂げた。1分40秒というそのタイムを果たして突破することができるのか。いよいよ真の実力者を奮い立てるサスケ2010ファーストステージをクリアしたのは全10チームうち初めてのセカンドステージが8人。その中で前回大会やってきた山田文太することはできなかった。1年経って山本の成長ぶりはいかに。まず1つ目のエリアは難なく突破していきました。ここが山本にとっては鬼門です。スピードとの戦い、1分40秒というファーストステージ以上に厳しいタイムアタック。そしてここから下り、この辺りは下りも楽勝楽勝楽勝。下る時にも注意が必要。さあどうだ。素晴らしい安定感、華麗に行きました。しかしファーストステージの疲労も十分に溜まっている。さあこの辺りが師匠山田勝美も認めている。ゆったりと、しかし確実にスピーディーに行かなければいけない。ここからまずは登っていく。グリーンとブルーのライトに照らされて、そして経験があります。そして2点ずりすべて、パワー、瞬発力、スピード、バランス、すべてが試される。届いた。さあ6つ目のエリア、この金網をくぐって水中に入った。深さ 2.0 メートル、距離 9.0 メートル。さあどうだ。逆流する中苦しい。あっと止まってしまった。逆流に飲み込まれてしまった。泳げ、止まるな止まるな。タイムアタック残り40秒、クロールでいく。これは苦しい、大きなタイムロスだ。まだ時間ある時間ある。まさかここでリタイアしてしまうのか。あと1メートル。うわー、そのままいっとったらいけと思うやん。プールの入り口でゴールをつけ忘れるという嘘を犯した山本。プロトラの夢ついに。これもあれやろ、なんか一瞬顔つけた時になんか恐怖感を感じたから溺れる。